としてでもこの5人でアニメーション作品を作りまっせ、どんどんボーナス登場。はい、というわけでラジオネームアニメ元帥さんからのお便りでした。アニメ元帥さん、いつもメールありがとうございます。まあ確かにね、メール晩作尽きた。コンテが上がっておりません。監督、上がる予定もございません。お先ヤーモリ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 晩作尽きました。ヤーモリお亡くなりになりました。それイラッとする。匂いの苦渋が来ています。できない、つかない、足りない、上がった。ロー何が違うんですか。エッカな、エッカ、この世界にいっそ、いっそ先生につけ、とにかくハルビールはいるんです。 3D さえあれば作画はいらないのかよ。作画でできることはほぼできるんだよ。イデポン、イデポン好きだったんすね。あれがイデポンの意思ですよ。こんな制作一本目の新人はわわってなりますよ。前のめりすぎ、おしっこ漏れちゃう。行けばいいじゃないですか。俺じゃねえよ監督、つーの。コンテ上がるまでここから出しません。おしっこしたいんだけど。我慢してください。冗談です。そこに冗談です。嫌だ。敵な何か別に敵だ。面白いやつだな。つまり動画が溶けちゃう。わかった。それってプルン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 天国。夢から遠ざかってる。仕事あるかどうか全く見えませんよ。でもでは本日もあーじゃなかった。明日に向かってエクソダース。トレーシーがドームに戻ってくる。誰もいないドームで歌い出した。スイスイに始まった絶対絶命のピッチ。その時にカーボーイが船を100頭連れて現れた。彼女たちの逃亡をみんなが助ける。追いかけていけんのだ。馬走る100頭も。知り合いを紹介してください。教えたじゃん。お知り合いがいますよね。アニメーター紹介してあげようか。菅野光明。ここ戦闘機に行く。自分ムサニだよ。オタクの杉江茂さん一人で全部解散。杉江三日伝。杉江さんは天才。なんで頼まないか不思議だけどね。コンテを拝見しました。僕の考えですが、このカットは半日、これは8時間。問題ありません。第二弦が。私もやります。俺もやらせてもらっていいですか。僕も手伝う。やりたい。私もありがとう。宮森さん、自分にもまだやれることがあるんだと分かってとても嬉しいんだよ。ギャー、あとここだけ。ファイター。落ちた。デスクには宮森を置こうと思う。ムサニから巣立っていったけど、矢野くんは就職しているだけだ。水、まだご飯食べてないでしょ。どうするさえばいいだろ。うちはフライヤーとの仕事は落ちますよ。すいません、変な話、ベキンブキングしちゃって。なんか違います。なんか足りない。なんか納得がいきません。私どこに連れて行かれるんですか。オアシスよ。やりますよ、やりますよ。じゃあ監督ってこだわるタイプ。お休み、逃げた。それが私の夢だから。今私少しだけ夢に近づきました。おー、クラッフル、ありがとね。こんなとこでくたばってたまるか。私これからもずっとアニメを作り続けたい。ほら行け、エース。